今シーズンの4勝目を目指して野茂英雄投手がマウンドに立ちます。相手はチャンピオンチームのヤンキース。ヤンキースの先発はロジャー・クレメンスです。ニューヨークのヤンキースタジアム、現地は小雨という情報も入ってきましたが、今は雨は止んでいます。解説は高橋直樹さん、実況を竹林でお伝えいたします。高橋さん、どうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。野茂は22試合目の登板、ここまでは3勝8敗、防御率は 5.00 です。7月に入ってからはあのロイヤルズマックス鈴木との投げ合いに勝って3勝目を挙げました。その後2試合先発しましたが、勝ち星には恵まれませんでした。高橋さん、はい、野茂の7月に入ってからの投球はどうご覧になってますか？そうですね、もう開幕当時がもう絶好調でしたね、ところがその時に勝てなかったので、それがちょっと引いてなかなか勝ち星に恵まれませんけど、はい、5月の後半あたりからちょっとに上げて、特にマック鈴木と投げ合った、カンサスシティロイヤルズ戦で、はい、ちょっとやっぱ自分の意地を見せたというんですかね、投球の内容がちょっと上がってきましたね。今日はクレメンスが相手ということで、これまた楽しみですよね、だからやっぱり今の野茂にはやっぱり刺激が欲しいでしょうね、そういう意味ではね、クレメンスというのは大きな目標ですから、はい、今日は対ヤンキースニューヨークで初登板、まあ、これで2試合目になりますけどね、今シーズン、今度はやっぱりちょっとね、勝ち星で、クレメンスを追い越したいですね。現在地区3位のタイガースですが、アメリカンリーグのセントラル、ホワイトソックスの快進撃がご覧のように続いているわけですが、タイガースのチーム状態もオールスターが終わってから少し上がってきましたか？よくなりましたね、はい、春先はとにかく攻撃のチームが打てなかったんですから、やっぱりこの最下位はしょうがないでしょうね。ところがやっぱ今日はたまたま休んでますけど、ゴンザレス、クラーク、この2人が絶好調になりましたので、攻撃面で特に優秀になりました。先日ね、ヤンキースに勝ちましたけど、そうですね、スイープしましたよね、3連勝しましたけど、一方のヤンキースなんですが、3連覇を狙っています。先日投打の補強を行いまして、2人の活躍で、まあ、昨日の勝利に貢献していますので、その昨日の VTR をご覧ください。12日にトレードされて初めて先発したネイグルです。首脳陣の期待に応えるピッチング、そして一方5回には6月29日にインディアンズから獲得したジャスティスのこのホームラン、ヤンキースが先制します。これでヤンキースで3本目のホームランとなりました、デイビッド・ジャスティス。で、6回には4番のウィリアムズが2点タイムリースリーベースでリードを広げます。レッツでもチームトップの8勝をマークしていたネイグルは、緩急自在のピッチングで8回を5安打1失点、ヤンキースでの初勝利を挙げました。ネイグル・ジャスティスという元アトランタ、そして他のチームに移った後ヤンキースにやってきた、はい、でもね、ヤンキースはやっぱりいい補強をしますよね、これはやっぱりワールドシリーズ、これをやっぱり目標にしてますのでね、はい、そのための補強だと思います。そして、まあ、ブレーブス強いチームですから、やっぱりいい教育をされてますから、このいい教育された選手が入ることによってね、やっぱヤンキースも今年はちょっと刺激がなさすぎた、2連覇しましたのでね、ワールドシリーズ勝ちましたので、ちょっと油断があったかもしれないのでね、心当たりで気持ちを引き締める意味でいい選手をトレードしましたね。なるほど、その引き締まった気持ちがないのかというのが、これ数字に表れてるんでしょうか。1ゲーム差、わずか1ゲーム差のトップです。はい、私たちもありましたが、現役時代3連覇難しいとよく言われたんですよ、はい、だ2連覇まではやっぱり同じ選手で勢いがあれば勝てるんですよ、3年目にはよく故障者が出るとよく言ってましたけど、私たちもそうでしたけど、今年はやっぱりヤンキース故障者多いですね。そうですね、あのヘルナンデスも故障者リストに入ったという、はい、情報が入ってますし、それから先発のコーンも今シーズンは不調です。そうですね、タイガースとヤンキースのご覧のように防御率と打率、これはリーグの順位もご覧いただいています。タイガースの防御率が少し上がってきましたかね、良くなってきましたね。そうですね、はい、まあ、野茂よりもチーム防御率が非常にいいですから、ただリリーフのピッチャーが、調子が良くなったということを言いますよね、はい、さあ今日の見どころということになりますけれども、まずは両先発でしょうね。はい、今日はクレメンスと野茂の投げ合い、だ力の入った投球ですからね、2人とも、ごまかしのない投球しますのでね、でも打線がどう野茂に貢献してくれるかね、はい、まあ、そこあたりがちょっと注目ですよね、そうですね、タイガースはゴンザレス・クラークと今いませんけれどもね、
先ほどスーパーの字幕の中でリーグの順位でタイガースのところが NL となっていましたかね、ナショナルリーグと書いていましたが、ともにアメリカンリーグのチームです。失礼いたしました。先に守りますピンストライプ、ニューヨークヤンキースの選手たちがまずヤンキースタジアムのフィールドに出てきました。先発はロジャー・クレメンス。17試合で7勝6敗、防御率は 4.21 です。先ほどウォーミングアップをして出てくる前にベーブ・ルースのレリーフにちょっと触ってから出てきました。そうですね、はい、この辺りがちょうどブルペンの辺りにね、1月版のレリーフありますからね、タイガースのスターティングオーダーです。1番が DH のポローニア、2番がライトベッカー、3番レフトヒギンソン、4番がサードパーマー、5番ファーストモリス、6番ショートクルーズ、7番キャッチャーオースマス、8番センターエンカルナシオン、9番がセカンドのマシアス。フアン・ゴンザレスとトニー・クラークという長距離砲が今日はいません。いない中でこのロジャー・クレメンスと対決をするということになります。クレメンスはですね、どうでしょうか、ひとときのといいますか前世紀のものすごさというのはちょっと衰えてきてますかね。そうですね、ストレートは相変わらず150キロ投げますけどね、やっぱりその以前ほどの怖さがなくなりましたね。クレメンスと野茂の投げ合いとなります今日のゲーム。今シーズンは対デトロイトは5月の12日に投げましたクレメンス、4回と3分の2、10安打を打たれてこの時は負け投手になっています。タイガースとヤンキースの今シーズンの対戦成績はタイガースの方が分が良くて、高橋さん5勝1敗と。そうですね、心当たりがちょっと面白いんですけどね、タイガースも伝統のあるチームですからやっぱりそう意地を見せてると思いますけど、はい、3連勝した僕も時の勢いはありましたけど、はい、これはやっぱりヤンキースが今年はちょっとおかしいのかなと一瞬思いましたけどね、そのでも3連勝した勢い、自信みたいなものがね、その後の3連戦にも2勝1敗といういい結果を生んでますね。そうですね、ヤンキースは7月に入って10勝4敗、そしてタイガースは7月9勝5敗とこの7月は共に勝ち越しをしている両チームです。タイガースには通算成績で20勝10敗というロジャー・クレメンス。でもクレメンスも最多勝を取って、もう3年経ってますからね、はい、本来やっぱヤンキース来てエース的な働きをしなければいけないんですけど、昨年もあと一歩、やっぱ足の故障もありましたけどね、今シーズンもあと一歩ですよね。去年は14勝でもあと一歩と言われるのがやはりすごいところですけども、そうですね、やっぱこれは本当すごいピッチャーですからね、はい、さあ1番のポローニャに1球目は高めの速い球で入ってワンストライク。今シーズン2割7分7厘、ホームランが6本というポローニャ。38歳のドジャー・クレメンス、
190センチで99キロ、三振。2割6分4厘、ホームランが2割5分6厘ですね、ホームランが5本。三振、ちょっとスピードに変化をつけて2者連続三振。今日のスターティングオーダーの中では最も打率のいいヒギンソンです。いっぱい入っています。去年を除いて3年間はイニングを三振の数が上回っていたんですが、去年はイニング数の三振を取ることができなかったんですが、2者連続三振の後はセンターフライバーニー・ウィリアムズ、1回見事な立ち上がりを見せましたロジャー・クレメンスです。そして野茂が先発のマウンドにこれから上がります。クレメンスと野茂、楽しみな先発のマッチアップになりましたが、一方の野茂です、7月はロイヤルズ戦でマックス・鈴木との投げ合い7回無失点で勝利投手3勝目、その後ブリュワーズ戦は6回9安打、アストロズ戦は4回3分の2、9安打ということで共に打たれました。現在3勝8敗です。相手のピッチャーのあの立ち上がりを見て、ちょっとまた燃えるものがありますか？いや、 やっぱりね、先日の鈴木との投げ合いでね、かなり、はい、その先輩としての意地を見せましたけど、そういうなんかね、本当最近はやっぱり刺激がないと勝ち星に恵まれないとね、ピッチャーってね、はい、だんだん気がこう落ち込んでくるわけですよ。するとやっぱり勝ち星もますます内容が悪くなりますけどね。数量的に僕はね、久しぶりにこうなんか生き生きとした脳を見ましたのでね、今日クレメンス対ニューヨークに対する思い入れっていうのは全てのピッチャーにあると思うんですよ、はい、だから今日でねちょっと目が覚めてほしい、勝ち星にねつなげる投球をしてほしいですね。ヤンキースは1番が DH ノブロック、2番がショートジーター、3番がライトのオニール、4番センターバーニー・ウィリアムズ、5番レフトジャスティス、6番ファーストマルティネス、7番がキャッチャーのポサーダ、8番サードブローシャス、9番セカンドビスカイーノ。新戦力のジャスティスが5番に入りまして、3番から6番までが左という打線になりました。ヤンキースの今年の特徴っていうのはね、以前もつなぎの野球が盛んでしたけど、今年はホームランバッターそれほどよそのチームみたいにね、30ホーマー打つ選手はいませんから。そうですね、一番打ってるのがウィリアムズで21本ですか。ジャスティスが今度来ましたね、今23本打ってますけど、そうですね、まあでもそこら辺りが当たり前という感じですからね。でもやっぱつなぎの野球ですから、ここはやっぱ先頭バッター出すと野球が非常にうまいのでね、点を取るのはうまいですよ。はい、DH に入っているチャック・ノブロック。今ノモが2球投げましたが、ちょっと右腕のですね、下ろし方が変わっているんじゃないかと思うんですけど、どうでしょうか。球を見せないような感じで今そうです、ね、下ろしてますけども、ここからこの後どうですか。うん、野茂らしくないですね。コントロールを中心にしているのかなと思いますけど、あ、そうですか。いつも多く体を振り横に振りますからね。下ろした時にグラブからボールは必ず出ますよね。うん、トップの位置から離れるわけですけどね、一旦また止めますよね。この後です、一回止めてボールの握りを隠しているんでしょうかね。それとしか思いませんけどね、でも投げづらいと思いますけどね。やっぱり20年間若手から子供の時からやってきたフォームを変えるわけですからね、はい、対ヤンキースは6月27日に投げて5回と3分の1 9安打を打たれました。勝ち負けには関係ありませんでした。野茂落とした、フォーク決まって三振、バッターアウト。こちらのも先頭、まず得意の球で三振に切って取りました。
出どころがわからない、はい、これはやっぱりサイン、要するにノムのフォームっていうのがね、最近特にフォークの場合相手のバッターから見やすくなってるわけですよ、だから多分サードコーチ、一塁コーチあたりからその指が開いているのがボールを挟んだのが分かった場合には何らかの合図をするかもしれない、それが防げるかもしれませんね。タイガースはご覧のようにファーストにハル・モリスがレッツから7月19日にトレードで来ました。新戦力を早速今日使って初スタメンです。5番ファーストハル・モリス、先頭ノブロックは三振、バッターはオールスターの MVP デレク・ジーター。やはり、はい、コーチがですね、はい、何らかの合図をするというのは例えばこう口笛を吹いて教えるなんていうことありますね。そうです、それはよくありますね、ストレート系の場合よく日本の場合ですよ、ゲッという合図、そして他のことを言ったら変化球というのね、よくありましたけどね。低めに2つでノートゥー。でもシーズン中にフォームを変えるというのはよほどのやっぱり強い気持ちがないと変えられませんからね、ノートゥーになってこのジーター3割2分というバッターに対してどのようにいきますか。いっぱいですがノースリー。いやでも、はい、以前よりもね、今みたいに一旦止めることによって自分の懐にボールを一回持ってくることによって力がまっすぐ出てますね。以前は調子の悪い時のノームって一塁側に体が流れていきますけどね、それが流れが少なく抑えられましたね。あ、今投げた後の体勢ですね。それがね、はい、一塁側へ倒れる、これがやっぱ少なくなってますよね。以前は大きく力を入れれば入れるほど大きく流れてましたからね。フォアボール。先頭のチャック・ノブロックを三振に取りましたが、2番デレク・ジーターフォアボール、ワンアウトランナーが一塁です。でも急にコントロールは絶対良くならないと思いますよ、シーズン中にやって、1試合はいいかもしれないけど2試合3試合とはやっぱりちょっと続かないと思いますけどね。やっぱり違和感がありますから、ためを作るという意図なのか、あるいは球種を読まれないようにするのか、ただ言えることは少しフォームの印象が変わってきている、はい、今日の野茂です。セットで逆に投げれば僕はね、今のフォームでも投げやすいと思いますからね。3番ライトポール・オニール。ランナーはスタートは切っていません。野茂とオースマスのバッテリー、乗りに乗ってますからね。変えて、そのどうですね、球種は確かに読まれないですけどね、はい、自分がどこまでそれで我慢できるかですね。やはり今までのフォームに戻したくなる、その葛藤は多少あるんでしょうしね。いやー、ゲームになってね、夢中になると自然に元に戻ると思いますけどね。ライトへ、ポール・オニールの先制ツーランホームラン。もう打った後は打球を見なかったオニール、インパクトの瞬間に確信をしたようなツーラン。野茂が打たれました、1回の裏。2対0です。ツーボール後のストレート、もう完全に狙ってましたね。完璧でしょうかね。完璧ですね、内側の球、懐の球はね、あまり得意ではないオニールなんですよね。こちらは左中間方向へだけ飛ぶんですけど、今はもうしっかりと振り切りましたからね、もうタイミングぴったしですね。ノートゥー苦しいところで、あれしかやはりストライクを取りに行く球はありませんか。そうですね、カウント悪くした場合にも効くストレートしかないですからね、フォークボール投げられませんからね、はい、もう本当1、2の3で振ったような感じでしたね。打った後は下を向いて、もう行くのは分かったという感じのオニール、
2対0です、バッターは分かりますね、はい、手応えがもう自分の力とその会心のミートがあればね、あ大丈夫だって分かりますよ。4番のセンターバーニー・ウィリアムズ21ホームラン、この後のジャスティスはインディアンズで21本でヤンキースで3本ですので、まあ、シーズン合わせて24本です。ノボが打たれた23本目のホームラン、非本塁打ということでいうとロイヤルズのスパーンが25本でトップ、ノモはこれはありがたくないランキングに上位に名を連ねているという状況です。やはりここもフォームを変えてきています。もう初回の2点、確かにあの先発ピッチャーいきなり全力投球というのは難しいですけどね、はい、でもやっぱり2点に最小点、5回までは2点に抑えないと今のヤンキースには勝てませんからね。三振は2つ目、ノブロックとこのウィリアムズの2つの三振を挟んで、その間にフォアボールとツーランホームラン。フォークボールに関してはなんかいい感覚に見えますけどね、腕がまっすぐ振れるようになりましたね、はい、以前はあのフォークボールの場合体が多くのものはひねりますから、フォークボールもこうシュート回転の感じでよく回転したんですけど、今はまっすぐ落ちましたからね。さあデビッド・ジャスティス、6月29日のトレードでやってきました。今のもフォークボールですが、ちょっとシュート気味でしたかね、まあ、でもあの、はい、ね、前は大きく変化してますけどね、やっぱだからフォームがやっぱりコンパクトになったということでしょうね。投球フォームがコンパクトになってますから、ボールも大きくブレなくなってますよね。いい球です。ストレートの最速90マイルというのが今日1回の裏の投球です。野茂の場合は投球はとにかくフォーク以外でストライクが取れるかどうかということですからね、三振、ホームランは打たれましたがアウト3つは全て三振、全てフォークボール。少しフォームを変えて臨んだ今日の立ち上がり、これはどう捉えたらいいですか。そうですね、はい、だからこれはやっぱり物にするにはちょっと時間かかると思うんですよ、はい、いきなりその、まあ、日本でももちろん5年間やりましたよね、さあそれではでも5年間ですからね。もう一度1回の投球振り返りましょう。この回は4番のサードのディーン・パーマー、これは通算勝利ですね、はい、ワダックスが233勝で続いていますが、クレメンスが今そのワダックスの上を行っています。現役最高ですけども、どこまで伸びますかね、はい、先発投手陣はやや苦しいというヤンキース。優勝ということがね、義務付けられてますからね。いい当たりだ、初ヒットが出ましたデトロイトタイガース、2回の表2点を追いかける攻撃です。移籍即スタメンという5番ファーストのハル・モリス、35歳メジャー13年目、ヤンキースからレッツ、そしてロイヤルズ、レッツに戻ってタイガースです。打球が割と多かったですよね、もちろん引っ張りもできますけど、でもまあ典型的なやっぱり、そうですね、どちらというと、まあ、打率を稼ぐ選手ですよね、はい、2点を追いかける2回の表タイガース、三振、レフトの後方にこのように、まあ、永久欠番の選手ですね、はい、そうですね、レリーフがあります、はいはい、ロジャー・クレメンスが少し触っていったというベーブ・ルースのレリーフが今アップで映りました。バッターは6番のショートのクルーズ、本当にヤンキースはもう伝統のあるチーム、はい、まあ、人気度でももう全米ナンバーワンですからね、
このチームに勝ちたい、ヤンキースに勝ちたいという気持ちでやっぱりみんなプロに入ると思いますのでね、今日はちょっとどうも初回に点は取られましたけど思い入れはあるでしょうね。さあレフト線は落ちます。2本目のヒットでワンアウトランナー1塁2塁、逆にそれが良かったですけどね、オースマスもずっと開幕からいつも2番打ってましたけどね、はい、もうちょっとあのオースマスのバッティングっていうのがね積極的すぎて早打ちしすぎるのでね、2番バッターとしてはどうかなと思ったので、まあ回もう一度打率があまり良くないですからね、回にもあったんですけど、これの方が僕はいいと思いますね。いいあの自分のバッティングができると思いますね。ダブルプレーになるのか、ダブルプレイ、チャンス生かせずタイガース2回の表得点がありません。怖いバッターが続く中でカウントをどうやって取っていくかというところも、まあ、見どころではあります。ここまでホームランは9本のマルティネス、打ち上げた、初めての守備機会となりますタイガースの野手エンカルナシオン。どうしてもワクチンが多くなりますからね、7番のキャッチャーのポサーダスイッチヒッターで、ですから5人連続左バッターというヤンキースの打線です。4番のバーニー・ウィリアムズとこのポサーダがスイッチヒッターです。フォームのボールのスピードっていうのはフォームの大きさではなくて、要するに腕の振りなんですよね。腕の振りがいかにして速く振れるかですからね。それだけ考えればバックスイングをコンパクトにするということは非常に大事なことなんですよね。打ち取った、ショートクルーズから一塁のモリスでツーアウト。ヨギベラですね。ヨギベラさんですかね、はい、かつての名捕手でありました。ヨギベラデーというのが確か7月の18日だったと思いますが、去年はその日にデビッド・コーンが完全試合を達成した。あ、そうですね、はい、それから1年経って、まあ、コーンは非常に苦しんでいるわけですけども、チームはやはり今年もトップを走っているヤンキース。ジョー・トーレ、そしてヨギベラ、やっぱりヤンキースもいいキャッチャーがいるときはやっぱ優勝してますのでね、ヨギベラは背番号8、この8番も永久欠番です。キャッチャーっていうのはやっぱり試合全体を見渡せるからいいんでしょうね。この回2アウトランナーなし、ガーナー監督ともかつてチームメイトという、キャッチャーとしての名声はありますけど、監督としてはあまりね、だからあまりもう一つ上がり、ジョー・トーレの方が良くなりましたけどね。そうですね、2アウトからヒットを許しました。ヒットはこれが2本目、両チームともヒットは2本ずつです。ブローシャスのヒット、ガーナー監督はミルウォーキーからこのデトロイトタイガースの監督になって1年目。この写真の中にガーナーさんがいるんですかね。62年のワールドシリーズを制した時のメンバーです。ヨギベラは一番前の一番右側にいましたけどね、はい、9番セカンドのビスカイーノ、まずはフォークに合いません。後ろを小さく前を大きくというフォームになっています。そうですね、本来はトップの位置がもうちょっと高ければ僕はね、もう理想的に上から振り下ろす形になると思うんですけどね、その止めた位置がちょっと低いので、そういうタイプはやっぱりコントロールはつきませんね。なかなか
レフト線は追いつくか、フェアになっています。そしてフェンスを越えました。越えましたね。これラッキーですよ。エンタイトルグランドルールダブということは、一塁ランナーはホームまで帰ってくることはできません。ね、スタンドに入ってしまいますから。そうですね。1番に帰ってチャックのブロック。そういう球種投げれば野茂には随分プラスになると思うんですよ。ストレートをみんな待ってますからね、はい。さあしかしまたノートゥー、ノブロックは初球のフォークの見方などを見るとやはりストレート狙ってるんじゃないかという感じがしますが、どうでしょう。いっぱい、いやフォアボール、ストレートのフォアボール、2アウトランナー満塁。そしてデレック・ジーターを迎えます。初球ストレートフォークどちらかじゃないですけど、まあ一応フォーク僕は投げてほしいと思いますけどね。そのフォークボールがストライクになれれば一番いいんですけどね。ジーターは最初はフォアボール、その後オニールのツーランホームランが出ています。満塁での打率が出ました。3割2分5厘。先日もオールスターでオールスターゲームで打ったんですけど、内角打ちは非常にうまいですね。インコースのストレートちょっと詰まってますけど、ヒットにしましたね。本当にうまいですね。バットに乗っけてね、腰を回転させながら打ちますからね。初球はした。打っていったが見えファール。ワンスリー、まっすぐだ、追いつくか、あーっと取れない。一人帰って二人目、三人帰って走者一掃スリーベース、5対0。あと10センチセンターの方に近ければ。そうですね、これが明暗ですけど、やっぱり今乗ってるギターですから、そのヒットになるコースにボールが飛んでいくということでしょうね。エンカンナシオンも触ってますがね。でもこのセンターも最高のプレーですよね。もうこれ以上も体が伸びないというのを伸ばしてますからね。走者一掃デレク・ジーターのスリーベースヒットで5対0。ジーターもよっぽど嬉しかったんでしょうね。満塁センター抜けるかというところですからね、サードベースの時ガッツポーズ見せた、僕は久しぶりに見ましたよ。仕事でバッターですね。ヤンキースの打線に捕まりました。2回は2アウトランナーなしからの3失点です。ワンストライクワンボール。ジータのようにこと言って打てるから多分人気があるんでしょうね。勝負がみんな非常にいいですから、そのない選手が揃っていると思いますけど、でもやっぱ優勝するためにはもちろん投手力も大事なことですけど、攻撃でその1点を取る技術というのがね、非常にヤンキースは優れてますから。三振、ようやく3アウト目を取りました。どうも。しかしこの回3点を失いました。ジーターの走者一掃のタイムリースリーベース、5対0となっています。なかなかね、この体の動きも良くないですから、もうスタミナが今以前ほどなくなってますのでね。三振、4個目の三振を奪いました。反 DH のルイス・ポローニャ。対応がね、他のピッチャーより優れた時とはないんですよ。ま、今成績から見れば波のピッチャーですよね。防御率は 4.21。ストレートの勢いがやはり勝っています。スリーアウト。
5対0とリードするニューヨークヤンキース3回タイガースを3人で切って取りました。4番のセンターバーニー・ウィリアムズから始まります。4つの三振はいずれもフォークボールで取っている今日の野茂です。ここまで追い込むとかなりいいんですけどね。ここはしかしまっすぐできて2ストライク1ボール。バーに当たってますからね。フォアボール。やっぱボールをしっかり見るね。腰を下ろして。対ヤンキース今シーズン2回目の先発野茂。前回は勝ち負けはありませんでした。今日はここまで5失点です。いっぱいですがボール1-3。あのいいカーブでしょうね。あ、カーブですね。キレのいいカーブですよ、はい、今のはどうしてボールなんだというフィル・ガーナー監督。前の回もストレートでしたが惜しいなという球がありました、高さもいいしね、今のはね源ですけどね、確かにいいキレの球でしたね、ブライアン・オノーラチーフアンパイア。ファウル。ダブルプレーかと思いましたがファウルボール。もうこれ以上点やりませんからね。ランナーはスタート。今投球はストライクでしょうか。ストライクですね。三振、そして盗塁成功です。しかし三振、これで今日野茂は5つ目ですか。初めて、そしてストレートで取った三振です。ティノン・マルティネス6番、最初はセンターフライです。いっぱい入っています。三振6つ目。三振は今日取っていますのも5失点が非常に残念です。抜ける球が多いですけど、抜けなかったら低めにみんな決まりますからね。最初のグラウンドアウトはショートゴロでした。バッターのコサーダ。前に振り出すまでに肘の高さをもうちょっと高めにかもしれないですけどね。急にはなりませんけど。いい当たりだ。この回も点が入るのか。6-0。なかなかこらえることはできません。この回も2アウト2塁まで行きましたけれども、その後の失点です。ところ決まればね、はい、これはもう大きなバッターから見ればフォークと思ったところでストレートが来るんですけど、やっぱ今みたいに甘いとね、カウント悪くして甘くなるとね、どうしても打たれますよね。連打か。ヒットになっていますが、今ファンが取りましたね。ツーベースです。取らなくてもスタンドに入っていたでしょうか。すみませんね。次のバッターのビスカイノが先ほどグランドルールダブルを打ちましたが、はい、今日2本目。右方向へ、まあ、ことね。あ、はい、打たれているのは全てストレート。あー、全てストレートですね、はい、ここでタイムがかかっています。やっぱヤンキースのバッターってのはね、
バットを短く持ってでもストレート狙いますからね。野茂がマウンドを降ります。3回2アウト。失点6、さらにランナー2人を残してマウンドを降りました。22試合目の登板でしたが、今日も4勝目を目指しての登板でしたが、勝ち星を得ることはどうやらできない感じになってきました。そうですね、はい、今日は2回3分の1ですか。5月16日にクリーブランド戦で2イニングってありますけどね、今日の投球やっぱ悔いがちょっと残るでしょうね。では今日の野茂、ここまでの投球をこの回ですね。ウィリアムスを9ナッシングと追い込んだ後ですね、なかなか決め球が、ここでフォークを1球2球続けますが、止める位置、腕を止める位置がちょっと低すぎるんですよね。もうちょっとね、肩の高さまで持ってくれるとね。ジャスティスは三振ですが、バーニー・ウィリアムス盗塁、さらにマルティネス三振。しかしポサーダにワンスリーからですね、ストレートを打たれました。これで6点目。やっぱストレートは狙いますね、しっかりとね、甘い球のコースのストレートっていうのはやっぱだからヤンキースは強いかもしれませんけどね、はい、ミスがない、そういうバッティングですね。三振はしかし今日6つ取ったんですよね。このままいけばね、三振のもう今シーズンの最高記録でもなんか作りそうな勢いでしたよね。今シーズン9ですか、最高は9つですね。9つですけどね、はい、まあ、それはもう越すような勢いですよね。やっぱもう野球はやっぱり打球の運不運もあります。いい当たりが正面つけば、はい、点は入りませんからね。そういう面もありますけど、やっぱ今日はヤンキースのうまさに来てやられたって感じでしょうか。ホームランは1本、初回のオニールのツーランです、はい、それだけですからね、はい、でもヤンキースの強さっていうのがやっぱこういう連打、はい、つなぎながらの野球が非常にうまいですからね。これが強さなんですけど、今日はヤンキースのいい面がたくさん出ましたね。時間で午後の7時5分試合開始のゲームですが、かなり上空も暗くなってきました。ニューヨークのヤンキースタジアムです。打ち取って3アウト、レフトフライ。しかしこの回も1点を加えましたニューヨークヤンキース。野茂ノックアウト。2回と3分の2で野茂はマウンドを降りました。84年にメジャーリーグにデビューをしましたロジャー・クレメンス。レッドソックスに96年まで、そして97、98とブルージェイズ。去年からニューヨークヤンキースで、去年ワールドチャンピオンのそのピッチングスタッフの一角を担いました。5番のファーストハル・モリスが入っています。足に当たっているか、ビスカイーノからファーストのマルティネス、スリーアウト。先頭ベッカーはアウトコースのまっすぐ、ヒギンソンにはこのストレートを打たれました。第19号ホームラン、ようやく1点を返します。このホームランで6対1。パーマーは三振、そしてモリスの打球がどこに、右足の甲ですね。そんな感じですね、はい、ピッチャーですとあそこはつま先を保護するような皮をつけている人もいますけど、はい、いや、まあ、でも自分で気持ちで向かっていて、はい、打球来たら分かってますからね。止めようとする意思があったからやっぱり痛くないんですよね。手に打ち勝つだけのこの2人のバーニー・ウィリアムスとジーターの2人の若者にはあるわけですよね。詰まった、しかし落ちます。ノブロックは三塁へ。ノーアウトランナー一塁三塁。こういうヒットがあります。
オールスターで打ったヒットもそれほどいい当たりではなかったんですよ ね、 このインコース打ちね、はい、これをねどうしても長打しようとか引っ張ろうと思うとやっぱ詰まりますけどね。あとこの2番バッターの特性、右方向へ狙うという意識があるんでしょうね、本当にインコースの球はぐしゃっという感じで打ちますけど、リーチ1メートル90あってね、はい、でも長い、足も長い、バットももちろん長いですよね、それを折りたたんで右方向を持っていくっていうのはね、よほどの技術がないと難しいですよ。詰めるとかね、1点を取るのは非常にうまいですからね。さあゲッツーを取ります。あ、珍しいしかしノブロックはホームへ帰ってきました。まあ、1点を取るのは非常にうまいですよね、確かにね、4番のウィリアムズ。ウィリアムズは今日これが初安打。伸びていくジャスティス、ヤンキースに移ってこれが4本目のホームラン。一方的な展開になりました今日のゲーム。まあ、もちろんそのホームランを打つために来た選手なんですけどね、やっぱり、いい場面で打ちましたね。もう本当これでクルーズもちょっと自信なくすんじゃないですか。ただそのワールドチャンピオンになるかどうかというところで言えばね、そうですね、もう一歩なかなか勝てなかったんですけどね、はい、ジャスティスのホームランで勝った時はちょっと思い出しましたけどね。その5回の表の攻撃、ワンアウトランナーなし、バッターは7番のキャッチャーのオースマス。三振、ニューヨークヤンキース先発ロジャー・クレメンス、この試合7つ目の三振を奪いましたが、ここで納得のいかないキャッチャーのオースマス、そしてガーナー監督が出てきました。ガーナー監督はオースマスがもし退場でもらえたら困りますからね。やはりキャッチャーの選手はね、もうそれはもう選手が大事ですからね、それを守るのは監督ですからね、はい、しかしギリギリいっぱいです。今日はストレートの力も目立ちますが、今のはスライダー。そうですね、はい、追い込んでから変化球が多いんですよ、はい、もう初回はもちろんストレート走ってましたけどね、でもストレートでなかなか三振取れない、粘れますのでね、追い込んでから変化球多いですけど、今のはいいコースですよね。サードブローシャス、スリーアウト、3人で攻撃が終わりました。5回の表、スコット・ブローシャス、速い当たりではありましたけれども、確実に3アウト目を取りました。こんな形でもいいから勝ち星を増やしてほしいんですよ。ライトへ、どうだ、もう一つ伸びがありません。ポール・オニール掴んでワンアウト。この回は8番からの攻撃、失礼、9番からの攻撃、9番のセカンドのマシアス。あ、これね、クレメンスが、先日ありました、はいはい、うん、熱戦にね、そうですね、ピアッツァへの、そうですね、脳震盪を起こして結局オールスターゲーム休みましたからね、ピアッツァ、打順は1番に戻りました、 DH のコローニャ。上半身のパワーというのがないと速い球は出ませんね、こういう球はいかないでしょうね、はい、しかもコントロールが本当にいいですよね、はい、もう一つサイドスローのピッチャーはね、シンカー投げたりシュート投げたりする気合い、ツースイングの方が非常に投げやすいんですよね、ボールの回転が、ボールは回転沈みやすくなりますからね、いろんなアドバイスはしていると思いますけどね、もうそういう年代になりましたからね、入った、これもアウトローいっぱい、三振9つ目、2番のベッカー今日3打席3三振、ヒギンソンホームランを打ったバッターまで回りませんでした。ベーブルースのレリーフに
けをかけて触って出てきたロジャー・クレメンス、そのベーブ・ルースのレリーフです。ヤンキース球場は、まあ、ライト側は狭いんですけど、はい、レフト側は非常に広いですからね、それでそこにブルペンが、両チームのブルペンがありますから、はい、ちょうど出てくるところ通路際にありますよね、レリーフがね。これを見ますと、はい、伝統、ヤンキースの伝統を感じますね、素晴らしい有名な選手の名前がありますし、ほとんどもう欠番でシングルの数字が少なくなるというぐらいの、ね、状態ですからね。やはり今先発出ていく前のクレメンスの映像をもう一度ご覧いただいていますが、いつもこうして、ま、過去のですね、はい、名選手たちに何て言うんでしょうね、これは一つ私に力をくださいという祈りなんでしょうかね、そうですね、はい。そして今日は好投です。ホームラン1本1失点に抑えています。打たれたヒットはそのホームランを含めて3安打、91球を投げまして三振9つ。タイガースは先ほどの選手の交代で打順に変更がありますが、3番にファーストのエリック・マンソンで、4番がサードのシェーン・ホルターとなっています。で、5番のハルモリスはファーストからレフトに回っています。この回は失礼しました、3番にホルターが入っているようです。そのホルターレフト前のヒット、写真でしか見たことないテレビでしか見たことないクレメンスですからね、レフトへ初球から打っていったが思い切り行きました。いっぱい入った、三振10個目、今シーズン2回目の2桁奪三振。いいコースに決まりましたね。よくじゃないですね。今のスピリットはすごいですよ。おっと、しかしここはセンター前ヒット。2アウトランナー1塁2塁を降りています。6失点で2回3分の2マウンドを降りました。現在9対1ヤンキースリード。バットの先それほど伸びがありません。変わったライアン・トンプソン掴んで3アウト。ロジャー・クレメンス7回をホームラン1本の1失点三振10個を取りました。球数がちょうど今100球を超えたぐらいのところになりましたが、初回1番ポローニャ、2番ベッカー連続三振、2回クルーズ、これはスプリット、そうですね、スプリットですね。3回のマシアス、4回はベッカー、そしてパーマー、見逃しの三振2つ、オースマス、これは5回です。6回1番のポローニャとベッカー、そして7回、マンソン、これはスプリットフィンガーファーストボール。これも、ね、やっぱり際どいところですよね、だから、まあ、本当に僕たちから見てましてもストライクかボールか判定の難しいコースでボール来てますよね。そして8回のマウンドに上がりました。101球を7回まで投げています。今若手は野手はみんな使ってますよね、はい、それと一緒ですよ。ピッチャーにもいずれ、まあ、ローテーションに入らなきゃいけないピッチャーもやっぱこう若手に経験を積ませるいい場面なんですよね。関東のこれは通算の、はい、現役選手での完投数116、でも今のピッチャーは、はい、なかなかその完投にこだわりませんからね、40試合を超える登板数です。そこの2人がつないでリベラ、リベラにねつなぐわけですけども、今日はもうみんな休んでくれということですかね。32,420人という今日の観衆です。ニューヨークのヤンキースタジアム、センターへ。今日ガーナ監督もちょっと辛い試合になりましたね。自分の計算通りなかなかうまくいってませんからね。野茂のノックアウト、
6失点、その後も点を取られて現在9対1。バットの先、ダブルプレーはどうか。2アウトまで、2アウトランナーが1塁です。ファール、まあ故障ということもあるかもしれませんが、でもね、腕を振って2-3からまっすぐで三振、毎回三振11個目、参りましたというベッカーです。いやこれクレメンスだからね、ベッカーも諦めつきますけどね、波のピッチャーだったらやっぱり退場するぐらい怒ってるかもしれない。脱帽です。ヤンキース9回2アウトまで9対1とリードしています。高橋尚樹さんの解説でお伝えしてまいりました。高橋さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。